今日は焼きそば定食です。焼きそば弁当定食です。デラックスです。ご飯とキャベツ、焼きそば弁当、卵のせでございます。ゴージャスです。禁断飯エスペシャルです。エスペシャルでございます。それと焼きそば弁当といえばスープ、これで食べたいと思います。よし、食おう。禁断飯食おう。よし、パ。はい、どうも、美白効果中のパテモス協会でございます。眩しいね、なんか顔が。というわけで、ただいま3時過ぎ、ちょっと朝から今日忙しかったんで、まだこれからもちょっと頑張るためにパワフルな食べ物を禁断飯いただきたいと思います。というわけでいただきます。野菜食おう、うん、うん、あ、キャベツうまい。うん、久々の焼きそば弁当、北海道で品薄だそうですね。申し訳ない、関西人の俺が食べて。美味しいです。うまっ。しっかり焼けすぎてんな。あれだな、塩コショウもしてんだから味ついてないもん。ちょいしょいでしょ。焼きそば弁当といえばこのスープね、うん、UFO とか他もつけりゃいいのにね、スープね。コップがいるからだけど、外で食う場合どうすんやろ。北海道でもしかしたらコンビニとかで焼きそば弁当買ったら、お箸とコップつけてくれるのかな。コップはいりますかとかで。紙コップぐらいくれそうやね。自分ね、こういう系って焼きそば弁当の結構あっさりめの、 UFO とかいったら結構ソースたっぷりのね、こってりした感じするけど、ペヤングとこの辺あっさり系焼きそばではね一番好きかも、ソース系でね、うん。
まあ、今日はね、雨かな思ってたけど、天気がいいです。うめえ、こいつはうめえ。待てよ、今日はちょっと汗ばむ日やわ。ちょっと待って、くしゃみ出るわ、くしゃみ出る。くしゃみって絶対2回ぐらい出るよね。1回で終わらせてくれへんよね。このタバスコ大丈夫かな。タバスコ常温でいいから、消費期限書いてないんやけど。まあ、アウトやったらアウトでええか。ちょうどいい量やったな。ご飯もそんな多くなく。このスープもうまいよね。俺ん中ではこれ薄い札幌一番塩ラーメンのスープなんだけど、あーうまかった。頑張れるわこれで。どうやで、昼過ぎの3時にお昼ご飯を食べたパテモス協会でございました。ごちそうさまでした。良き休日を皆さんお送りください。アムロちゃんは今日引退です。